カ本港は長崎県壱岐市カ本町にある地方港湾。港湾管理者は長崎県。壱岐の北端にある港湾で、まさ湾を中心に広がっており、湾口には、辰野島、若宮島、明朝島の3つの島があり、天然の良港となっている。江戸時代には、朝鮮通信使の寄港地となり、1607年から1811年までの約200年間に、 王路11回、袋8回、東港に入港した。当時の正さ湾は、水深が浅く、元船が軽船できないため、上陸の際は和船を通船としたという。松浦藩は1680年に、沿岸警備のため、警察署、裁判所、役場などの機能を兼ねた推し役所を東港に設置、若宮島には、沿見番所が置かれ、武士が配置されていた。 1777年には南京線が入港。1849年以降は異国線がたびたび現れ、港は騒然となった。1894年に深川汽船の若津丸が博多勝本航路に就航して汽船が発、入港したが欠航が多く、航路が安定的に運航されるのは1923年に津島商船。 僕丸が就航した後であった。当時は雪岩施設がなく、橋家で中継して上下線を行っていた。1933年に宇野瀬防波堤が整備された後、1936年に岩壁の建設が計画されたが、自己資金が集まらず、太平洋戦争の影響もあり、完成は戦後の1949年となった。 1964年の海岸通りの完成後、防波堤の整備、港内の春節、中央特定の建設、外港の建設などが順次行われ、現在の港湾施設が整備された。その後も九州優先の博多駅、津島航路が寄港していたが、主要船舶の大型化により、大型船に対応できない東港への寄港は1975年頃に中止となった。 2015年度の発着数は27,698席、利用客数は32,742人である。葛本町漁業共同組合が海水浴場のある、辰野島への都線及び遊覧船を運航している。ありがとうございます。